はい、レオンです。今回も引き続きね、HK ウルトラワンのね動画やっていきたいと思います。今回こちら取り付けしようかな。このトレイルループ、ちょっと多く取らないといけないからね、ちょっと急いでやってるんですけど、これをまず外さないといけないので、するんだよな。最初から擦れてたのか確認すればよかったな。溝がさ、擦れてないか、勘違いか、俺の悪く取ってはいけないよな、悪く考えてしまうとさ、キリがないから、これは適当に取り付けしてみよう。これは難しかったよな。違うな、逆になってるな、逆だな。でよ、これが下になればいいんだ、これを上にやればいいんだ。そしたらなんかおかしいな、これなんで今滑ったぞ。なんかおかしいな、あれだな。あ、いい、合ってるわ、これでいいのか。あ、これトレイルループっていうのは、あ、アルパインループだ。いいっすね。こういう感じで、かっこいいね。OK や。たくさん撮ってるからさ、今連続で。はい、はい、以上ですね。今回ね、この以前購入したこのアップルウォッチウルトラ249mm 用のね、アルパインループ式のバンド、グリーン、モスグリーンをこの HK ウルトラワンの方にね装着してみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイ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 。まあ引き続きまたバンドいろいろ取るんでね、装着のやつ。はい、失礼します。